ザ・ブラックレーベル初のガールズグループ、ミヤオが9月6日デビュー。そのグループ名について、アンナは、私たちが素敵でパワフルな音楽と強烈な色を見せることになる。その反面、可愛くておとなしい面もある。両面性を見せるため、シックだが愛らしい猫の鳴き声をチーム名に選んだと答えています。YG サウンドを支えてきたテディプロデュースであることから期待されています。立体的なアイデンティティを表現した曲で、強烈なサウンドで満たされたトラックと、メンバーのボイスがよく調和したユニークな曲となっているそうです。では韓国の反応を見ていきましょう。低めいかつめの声だ。かっこいい女性アーティストの雰囲気。みんな表情いいな。すでに中毒性ある。この圧のある感じかっこいい。やっぱり MV も歌唱の感じも YG っぽいね。 YG ファンは好きじゃない。ついにこの一瞬で惚れた。エラオーラある。顔からは想像できない声の低さ。ダンスもしっかり踊りそうかな。K-POP ソングとして固く固めてきた感じ。これはライブで盛り上がりそうだね。エラグロスが歌って踊ってるの感動。MV は中小企業感ある。ツインパフォーマンス良い。ガオンはボーカルもラップもやってるね。ガオンとナリンの存在感いい。アンナ美人。でもやっぱりパートが少なそう。このパート好き。みんなボーカルがいい。ボーカル面で曲の消化力が高そうだね。猫の鳴き声に合わせた猫ダンス流行るかな。パワフルで新人らしからぬ堂々たる姿。ガチでジェニ。巨大猫が現れた。チンパンジーは何？デビュー曲からこの世界観面白すぎる。このダンスが上手すぎる。圧倒される。ミャオ期待通りの雰囲気ではある。これから進化すると思うし、今後が楽しみなグループだ。